皆さんこんにちは。うぷ主のみーです。切るのだよ。今回大丈夫かな？このあたいが来てあげたんだから、大丈夫に決まっているじゃない？いや。猛尺の関係で始めさせてもらいます。今回もモンストのガチャを引くのね。はい、今回は、水属性が出やすくなっているので引いていきたいと思います。水属性なんて、あたいにふさわしいわね。切るのは氷じゃないの。細かいことはいいのよ。涼しげで精錬された値そのものね。何このコメントくさ。今回は単発で6回引いていきます。狙いはナポレオンです。ちなみに前にこのイベントで、ナポレオンを当てたので今回も引き当てたいですね。1回目。毎度ドキドキしますね。こっからが重要よ。あ、ニセテキーラ。それ言っちゃあかんでしょ。だってこの前は。お黙り。はあはあ、ゆきなちゃんが当たりました。あたい今一瞬修羅を見たような気がしたわ。ははは、チルノちゃんそれは幻覚だよ。そうなのかな。2回目。次は出るかなー。これはもしやは。何言ってるんだろう。そんなわけないじゃない？っていうか文字伏せ仕事してないよ。あちゃあ。完全に確信犯じゃない？ 3 回目行くよ。もう折り返し地点だ。ナポレオンさんお願いします。そう簡単に出ると思うなよ。今の誰？ガチャリュウさん。ガチャリュウって喋るの。こんなこと初めてだよ。ガチャリュウさんマジだった。いやこれ、どうしたらいいの？こびるしかないんじゃない？ははは、チャイコフスキーが出ました。こんなにも厳しいものだったなんて、あたい知らなかったよ。私も知らなかったよ。どうか次はお願いします。4回目。どうしよっかな。楽しんでいやがる。ラグがひどくてすみません。な、あの言う。もう4回目だよ。そろそろいい頃合いだよねー。三島春子ちゃんね。胸騒ぎがするよ。まだあと2回あるし、張り切って引いていきましょう。次こそせめて星5モンスターが出てくれたらいいね。は。こいつ。あの言うわざとだろ。消せぬ。なんかごめん。いや、サボジョウさんは悪くないですから。くぅ、次で最後ね。ここで終わるわけにはいかない。ラスト6回目。ずいぶん嘆いているようだな。誰のせいだよ。よし、ここからよ。嘘でしょ。水属性超絶アップなのに、木属性のエンフィールド。こんなことって、こんなことって、うわぁ。こういう時もあるよ。とりあえず今回当たったモンスターを見ていこう。見るって言っても、星5一体も出てないけどね。まずはチャイコフスキー。サボジョウです。限定じゃないけど、確かにいっぱい水属性は出たね。天海ゆきなちゃんです。三島春子ちゃん、なんだか出席取ってるみたい。は、じゃなくてサリーね、言いそうになった。名前も似てるからね。はい、というわけでした。もうなんて言ったらいいか。そうだね、見事に出なかったからね。最近どうも調子がいいと思ったら、凄まじい反動が返ってきたよ。ほどほどが一番ね。毎回視聴者さんから温かいコメントをいただくんだけどそれが励みだね。皆さん優しいね。本当にいつも感謝です。今回はこんな結果になってしましたが、また次のガチャでリベンジしたと思います。最後までご視聴してくださり、ありがとうございました。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。チャンネル登録がお済みでない方は、チャンネル登録よろしくお願いします。PC でご覧の方は、このボタンをクリック。スマートフォン、タブレットでご覧の方は動画概要欄のチャンネル登録ボタンを押してください。